はい、こんにちは、のりさんです。今日もご視聴いただきありがとうございます。昨日の今日でまた動画を撮ってるわけなんですけども、お前忙しいって言ってなかったかとか突っ込まれそうなんですけどね。いやいや、本当はねめっちゃ忙しいんですよ。だからね、ちょっとここらで気分転換でもしようかなと思って動画を撮ってみようと思います。で、今日はね、Q&A コーナーってのを久しぶりにやってみようかなと思っておりまして、まあ質問がいくつか来ておりますので、ちょっと答えてみますね。で、今日は、ちょっとね、いろんな話になると思うんで、これタイトルの付けようがないなと思って、まあどういうタイトルにするかわかんないんですけども、まあとりあえず、まあ Q&A コーナーだというそんな体で聞いてみてくださいね。で、質問が 1,2,3,4,5,6 個いただいております。というわけで、じゃあ最初の質問いきますね。名前はね、ちょっとまあ伏せさせていただきます。質問だけ読み上げますね。では最初の方、いつも勉強させてもらってます。私は統一教会の元信者であります。人間には自由意志がなく、演技による完璧に出来事が起こっているということは、カルト教団に洗脳され生きてきたというのも想定内だったと思っていいのでしょうか。自我とは幻想であるとか、のりさんの動画を見ることで楽にはなっていますってことですね。はい、ありがとうございます。あのね、これ本当にこういった質問多いんですけど、例えば私が今好きな人はソウルメイトのはずなんですよ。絶対私のツイン霊なんですってね、前世で一緒に暮らしてたんです、前世で親子だったんですってね、まあ、こうやってね思いたい気持ちがわかりますよ。でもね、これってのは結局何かっていうと、あくまでも思考が概念付けをしてるだけなんですね。で、いつも話してるように、本当は起きていること、まあこのね、現象界で起きることって意味がないんですよ。意味もないし理由もないってのが事実なんですね。で、こうやって言うと、まあちょっと物寂しく聞こえるかもしれないんですけども、まあ意味がないというよりね、その私たちの実存というのは、その意味とか解釈をするとか、そういったものをもう超えた、その理由付けができないようなすごい存在なんですね。だから私も含めて皆さんもみんな神様ですよっていう、まあこれも例え話なんですけどね、まあ神様っていう言葉を使った方がなんかメルヘンチックに聞こえるでしょ。だからまあ人によってはね、すべてが波動ですっていう方もいますし、すべてが波動です、すべてが神様です、以上終わりなんですよ。それが完璧な調和によっても完全なバランスで動いてるんですよ。でも人間だけが自我というものを持っていて、そこに概念、起きる出来事一つ一つに対して概念化をしたがるんですね。理由付けをしたがるんですよ。細かいこと一つ一つに対してラベリングをやるんですよね。で、それも結局のところ全自動で起こってるんですよ。本当はね。だからみんな自分の人生に対して理由を求めるんですよね。で、それ一つ一つ答えていったら絶対ね、おかしなことになるんですよ。昔はさ、結構インチキ霊能者とかいっぱいいたと思うんですけども、あなたの前世はこうこうこうでこういう風でってね、いろいろ言ってね、で、その因果を解消するために今生まれてきたんだってね、まあそうやってもっともらしいこととか言うんですけども、でもその話っていうのは全くそのデタラメを喋っているわけじゃなくて、確かにその前世的なものというか、要はアカシックレコードのどこに意識が向いてるかみたいな感じだけなんですよね。だからそういった意味で言えば、その状態をその自我の視点から観察すると、
なんか前世があるように見えるっていう風な解釈になるんですけども、でもそれは広い意味、広い視点で見ると全て完璧に起きているだけってことになるんですよ、うん、だからね、みんなその自分の人生になんかあるとこういう理由があるんじゃないか、こういう理由があるんじゃないかって、この理由付けをするんですけども、それどん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 ね、試しに理由付けしてってみてください。もうどっかで破綻するんで、うん、なんで破綻するのかっていうと、そもそも理由なんかないからなんですよ、うん、だから理由がないってことは自分で勝手に理由をつけてもいいってことにもなるんですよね、うん、で私のおすすめする方法としては、それはいいと思うんですよ、うん、例えば神社でお参りしたら帰り道にお金拾ったとかね、あ、これなんか願いが叶ったって、もう自分で勝手に解釈していいんですよ、うん、でもそれはあくまでも方便であって、本当はそういうことってないんですよね。因果関係自体がないんですよ。でその因果律っていうのは、まあこれメンバーシップの方で詳しく話してるんですけども、その要は脳の演算によって勝手に作られちゃうんですよね、うん、だから全てのことが完璧に起きている、例外はありませんとだけお答えしておこうと思います。はい。で次の方の質問です。のりさんはじめまして。最近のりさんの YouTube 見始めたものです、質問ですが、ノンデュアリティ関連のセッション料が高すぎることについてです、良いこと言ってるなと思う人の料金が1時間3万円とか見るとがっかりします、一般的にも 4,5 千円しているようです。そういう方々は自我がかえって強い方なんじゃないのかなと思います。3万円支払ってありがたがっている利用者のコメントを見るとかわいそうになります、そこまでの価値はあるはずないと思います。ほほう、続きます、精神世界に関わる方は金儲けに走らないでほしいと思うのは私の概念がこだわっているだけなのでしょうかという質問ですね。うん、はい、そうですということになりますよね。ちょっと答え方が冷たいかな。あのね、この簡単に言うと、この質問くださった方ってお金のブロックが強くかかってる状態だと思うんですよ。で自分でもまあ薄々感づかれてると思うんですけども、そのお金を稼ぐってことをなんか卑しいことだとか、なんか汚いことだとか、そういうふうに考えてる節があると思うんですね。で私も昔はそうでしたし、で今でも私やっぱりね、お金ブロック強いんですよ。だから私もお金ブロックが強いから、例えば自分でなんか商売やろうにしても、初期投資が大きい事業とか、最初に何千万かかりますってなったら、やっぱ借金をするわけじゃないですか。でそういうことをやろうとすると、私はお金ブロックが強いんで、ちょっとううってねなっちゃって、だからその大きいことができないんですよね。まあだから私なんか、まあ今ウェブデザイナーっていう仕事をしてるんですけども、まあパソコン買っちゃえばまあできますからね。まあ初期投資が少ないんで、まあ私のね、この気質に合ってるのかななんて自分では思ってるんですけども、うん、だからその1時間3万円とか見ると高いって感じるのが、まあ逆に私には分かんないんですよ。でそんなの普通じゃないって思っちゃうし、もっと言うと、あれ誰だっけ、ルータイスだったかな、自己啓発の人、うん、ちょっと違ったかもしれないんですけども、例えば1回のセッションがさ100万円とかさ、そんなんゴロゴロありますよ、うん、むしろその1時間3万円とかってめっちゃ安いと思うんですけどね。で逆にその個人セッションで4000、5000だと多分ね赤字のはずです。うん、それじゃあ商売としてね成り立たないと思います。うん、でそのセミナーとかにしても、やっぱりやろうと思ったら会場をレンタルする必要があるじゃないですか。で数十人数百人ってなるんだったら、あの準備とか椅子並べたりとか、その手配とかね、メールのやり取りとか、そういった手伝ってくれる人も必要になるんですよ、うん、で撮影するとなるとカメラマンのその撮影係がいるでしょ。でそういった人たちのギャラも払わなきゃいけない。でさらに言うと、いろんなところで、まあ、セミナーとかやる方って、まあ、交通費がいりますよね。でそうやって計算していくと、そんな1時間3万円とかでも多分ね、
まあ儲からないことはないと思うんですけども、それって本当に利益出てるのっていう、そういう計算がパパパって成り立つはずなんですね、うん、でこれはもう今話してる私の話って全然精神世界の話でも何でもないんですけども、まあそういうもんですよね。だからそのお金に対してね、あんまりねその変な風に思わない方がいいですよ。お金はただのお金だし、まああのホリエモンなんかね、お金なんかただのツールじゃんって言うし、うん、まあただのツールですよね、うん、お金自体いいも悪いもないんで、うん、だからあのお金ブロックがかかってるんじゃないのかなと思いますよ。その金儲けに走らないでほしいってね、いいやん、え金儲けの何が悪いのって逆に言いたくなるんですけどね、うん、はい、これが答えです。はい、次いきますよ。今回もありがとうございます。すべて自作自演、何度も聞かせていただいております。コロナやマスクやウクライナのことなどどうでもいいと思うことはできますが、現実に自分に対してできないことをわざとやらせてくる上司がいるのですが悩んでます。それで体調を崩し、できないと断っても聞く耳を持ってくれません。これは敵に見えてしまいます。自作自演に思考を変えるコツがあったらアドバイスをお聞かせくださいってことですね。はいはい、ありがとうございます。その自作自演っていうのはね、その思考でどうこうっていう風じゃなくて、そういう仕組みになっちゃってますよっていう話なんです。いや、脳の構造がね。うん。で、すべては認識の問題なんですよ。で、認識しないものは存在しない。で、その認識っていうのは過去の記憶の集積によって構築されるんですね。で、それが、そうやってできたその思考癖が、あらゆる対象に対してラベリングを行って意味付けをするっていう話になるわけなんですよ。だからその仕組みってよく観察すると自作自演じゃないですか。全部自分でやってるんで。うん。だからね、自作自演に思考を変えるとかそういうことではなくて、例えばその嫌な上司がいるんだったら、まあ選択肢としてね、その仕事を辞めるっていう選択肢もあるし、うん、あと自分がもっと仕事頑張ってそいつより上になるとかね、立場が。私はそれやったんですよ、うん、あの入社当時はさ、あの結構口うるさい上司がいたんですけども、まあ何年か経ったら自分の方が上司になっちゃったみたいなねでも私は決してそいつが下になったからって、つまりいじめたりとかそんなの絶対しないんですけども、まあ普通に接するんですけども、うん、まあいろんな方法があると思いますよ。でもそもそもの話をすると全部自分の認識の問題であって、自分の思考が勝手にやってることなんだっていう、この構造の話をしてるだけなんですね。うん。まああとはさ、その上司がさ嫌だったらさ、一遍ぶち切れてみるっていうのもね、一つの方法ですしね。うん。なんかボロクソ言ったらスッキリするかもしれませんよ。はい。まあこの辺はね、任せますけども、まああんまりね、そのね、凝り固まらない方がいいですよね。この会社にいなきゃいけないんだとかね、この上司の下で言うことを聞かなきゃいけないんだとかね、うん、そんなルールなんてありませんしね、誰も自分を縛ってないんですよ。本当は自由なんで、何やっても OK なんです。うん。はい、これで答えになってますかね。次いきますね。のりさん、いつもありがとうございます。生きることに悩んでいるときに友達にのりさんを教えてもらい、目から鱗だらけでした。ああそうなんだ、ありがとうございます。ただ理屈っぽい私にはどうしてもわからないことがあります。前に配信されてた宇宙の誕生の話を聞きました。何者でもなかった何かが私を知りたいと強く思い、分離を繰り返した結果が今だと解釈したのですが、そして納得もしたのですが、ただ私を知りたいイコールエゴだと思うんです。誕生のきっかけがエゴだとしたら、私たちはエゴから離れることなどできないのではないでしょうか。楽に生きられるようになりたくてエゴを小さくしたいと思い試行錯誤をしていますが、生命の誕生のきっかけがエゴだとしたら、エゴ
から離れることは不可能ではないですかという質問ですね。はい、ありがとうございます。うん、そうですよ。うん、エゴから離れるのは不可能です。で、まあこれが答えなんですけども、だからどうしようもないじゃあどうしようもないんですよ。ただ仕組みとしてそうなってるんだってことを見抜いたら、だんだんね楽になってくるんですよ。うん、私たちの行動っていうのは全てにおいてもう反射的に起きちゃうんですね。感情にしてもそうですし、私が今こうやって喋っている言葉っていうのもこれ勝手に出てくるんですよ。これ自分でやってるとみんな思ってるんですけども、だからなんかちょっとイラッとすることがあったりとかさ、するとさ、私だってねたまにイラッとしちゃう時あるんですけども、でもそういう時はまたちょっとね俯瞰をしてみて、ああこいつまたイラッとしてるばっかでみたいな感じでね、ちょっと笑い飛ばすみたいなね、うん、そういう癖がついてくるんですよね。だからスピ系のねこのメッセージを発信されている方でも、この、まあ、俯瞰をして見るのが大事だよっていう話される方多分結構多いと思うんですけども、なんでそういう話になるのかっていうと、まあある意味それしか方法がないからなんですよ。うん、でそれしか方法がないっていうのは、自分でやろうと思ったらそれしか方法がないってことであって、そのエゴを完全に消すのは自発的には不可能なんです。でも何かのタイミングで消えちゃう人とかもたまにいるんですよね。うん、でもそのエゴが消えっぱなしでずっと生きている人っていうのは、私は多分いないかなと思うんですよ。だってね、そのインドのさ、あっち系の各社とかでもさ、いろんな本書いたりしてるじゃんね。で、本書いてるってことは、もう文字を使ってるんで、言語を使ってるってことは、思考を使ってるんですよ。で、それエゴで動いてるってことですよね。うん。だから、結局、エゴで思考をしてるんですよ。誰でも。うん、で大切なのはそうなんだってことを知ることだと思うんですね。こういう仕組みになっちゃってるんだってことを知ればいいだけだと思うんですよ。あとはまあね、この私の動画じゃなくてもいいんですけども、まあ、いろんなメッセンジャーさんが言う話をね聞いてみるとかね、まあ私なんかは本当最近だとね、まあクリシュナムルティとか好きですし、まあエックハルト・トールもまあすごくいい話をしてるんで、まあそういう方のね、うん、話を聞くとだんだん腑に落ちてくるんじゃないのかなと思うんですよ。で、あと、まあ、ちょっとお伝えしたいのが、私なんかはね、例えば自我とかね、エゴとかね、あと自己とかね、自己性とか、こういう言葉ね、結構混ぜて使うんですよ。まあ、混ぜて使っても、まあ、多分伝わるだろうなと思って混ぜて使ってるんですけども、でもね、この辺のね、言葉が意味するものっていうのは、実はね、精神世界の界隈と心理学の界隈ではちょっと違ってたりするってことは、今日ついでなんでお伝えしようかなと思うんですけども、例えば心理学の分野からアプローチをすると、自我と自己というものがあるって話になるんですよ。うん、自己ね、自己ってのは自己中とか言うじゃないですか、あれの自己ね。で、心理学の分野からアプローチすると、その自我ってのは、まあ要するにアイデンティティみたいなもの、うん、その人のまあ個性とか性質だったり気質だったりとか、まあそんなような感じなんですね。で、自己っていうのはあいつ自己中だなってよく言葉でも言う通り、その周りの人たち全部から見て、それも含めてその人のアイデンティティがどういったものなのかっていう、もうちょっと広い意味で表す言葉が、まあ心理学の界隈では自己って言われてたりするんですよ。で、対して精神世界の、例えばエックハルト・トールとかもエゴっていう言葉よく使うんですけども、まあクリシュナムルティもよく使いますし、まあエゴっていうのは要は自我を英語で言った言葉なんですけど、ただ精神世界のメッセンジャーがよく使うこのエゴって言葉は、
もっとね、この、なんて言うんだろう。あ、そうそう。前回の動画でも話したんですけど、エッグハルト・トールが、その、エゴはもう人間に作用する、その、集団的機能不全みたいなもんなんだって、そういうふうに話すようするんですけども、だから、それってどういうことなのかっていうと、要は、精神世界で語られるエゴっていうのは、一つの、もう、システムみたいなもんだっていうことなんですね。だから、精神世界の界隈で言われている自我というものと、心理学のアプローチから見た自我というものは、実はね、ちょっと意味合いが違ってたりします。ってことなんですね。はい。まあ、あとこの宇宙の誕生の話に関しては、まあ、ね、まあ、どっちでもいいんですよ。私はそう思ってますよっていう話だけなんで、うん。まあ、そうやって考えると、すべての辻褄が合うから、まあ、そういう一つの例え話としてね、うん、その何者でもない何かがその自分とは何かをするためにその、主体と客体に分かれた、つまり分離をしたっていう話ですよね。うん、まあこの考え方が私にはすごく腑に落ちるから自分で採用しているだけなんですけども、ただそんなね宇宙の誕生の話とかなんかさ。どうでもいいっちゃどうでもいいじゃないですか。まあ、一つの哲学として、遊びながら考える、ね、ネタとしては、まあ、面白いかもしれないんですけども、まあ、そんなに深く考えても、しょうがない部分かな、とは思いますよ。はい。次行きます。次の質問はね、アトランティスとか、ムー大陸とか、その辺のことについて教えてほしいってことを、これメールでいただいた質問だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけども、まあそんな感じの質問をいただいたんですけども、そのね、これはね、私わかんないです。はい。わかんないですし、まあそこまで興味がないってのもあるんですよ。で、その、例えばアトランティスとかムーとかレムリアがあったかなかったかっていう、まあ、質問を振られたら私はいやそんな絶対あったでしょって答えるんですよ。うん、なんでかっていうとそうでないとおかしいって思ってるからなんですね。うん、ただそのじゃあそのアトランティスとかムーとかレムリアがあったからどうだとかなかったからどうだとかそんな話ってあんまりこの実生活に関係ないと思いません？その深く掘ることにあまり意味がないっていうのがまず一つあるのと、あとは私たちの今のそのまあアカデミックな分野ですね、その学術的にその例えば何か資料が残ってるとか書物が残ってるとか、あとはなんだ遺跡とかが発見されたとかそういったものがちゃんとバーンと出てきてで分析できていろいろあこういうこの時代にはこういった文明があったねっていうのはもうシュメール以前のことは分かんないんですよね。うん、だからまあ分かんないなら分かんないでいいと思うんですけどね。うん、まあもちろん私もこの精神世界とか、まあ、スピリチュアルとかねまあ好きなんで例えばそのレムリアに暮らしていた記憶を持つ子供の話の YouTube とかね。まあ、いっぱいあると思うんですけど、まあ、ああいう話も、まあ、たまに1年に1回ぐらい聞くんですけども、まあ、夢があっていい話だなと思うんですけども、でもその話っていうのは検証のしようもないですし、事実かどうかもわかんないし、まあ、どこまで行っても夢のある楽しい話だね。以上、終わりって感じなんですよね。うん、だから、こういうね、その、なんだろう、古代文明の話とか聞きたかったら、まあそういう話をされてる方いっぱいいると思いますし、まあそういう方の動画と見たりとかね、本読んだりとかでいいんじゃないのかなと思いますね。私はそこまで興味がないんですよ。で、ノリさん的にまあ好きなのは、ちょっと今手元に本を用意したんですけども、足立育郎さんね、波動の話をされてた方なんですけども、まあ、その方が書かれた「新地球の歴史波動の法則2」っていう本があるんですけども、この本がねいろいろその古代文明のこととか書かれてて面白いんですよ。
うん、まあでもこれも結局あのチャネリングの情報ですからね、うん、でチャネリングしてるってことは少なからず本人の主観も入ってるでしょうし、あの本当か嘘かなんて分かんないんですよね。でもまあ夢があっていいと思いますよ。例えばね、こうちょっと読んでみると、他の星より、第一次移住第一期、どんなあの知的生命体が地球に来たのかって、もう年表がねダーって書いてあって、やたら詳しく書いてあるんですよ、うん、ケンタウルス座、なんとか星、誕生年150億年前、現在約3万5500光年、地球と比べてどれぐらい文明が進化していたか、100万年ですよ、100万年進化していたらしいみたいな、はい、ね、移住開始時、40億年前 UFO にて、移住に要した年数1100年とか書いてあるんですよね。まあこれあの夢があって面白い話だなと思うんですけども、ただまあそれを知ってじゃあ何なんだっていう話にもなるんですよね。うん、あ好きですよ、またあの私好きですよこういう話は。あとは誰がいたかな、ね、バーソロビューだったかな、なんかそのね、古代文明の話とかしてるのちょっと違ったかもしれないんですけども、まあでもね、この足立育郎さんの本によると、あのそのアトランティスとかムーっていうのはそのシュメールに一番年代が近い文明の一つであって、もうその前にもう何百って文明がありますよって、ありましたよってことが書かれてて、まあなかなか面白いなっていう、まあ一つのエンターテインメントですけどね、はい、まあそういうあのお話をされている方もまあ結構いっぱいいるんで、まあそういう方の話を聞いてみるのがいいんじゃないでしょうか。はい。次です。ね、ちょっとこれはね、すごいネガティブな方、ネガティブオーラバンバンに出している方からのコメントなんですけども、まああのどういうコメントいただいたかっていうと、結局もう辛くて死にたいと、もうダメだと、もうどうすりゃいいんだと、まあそんな感じの質問だったんですね。まああの仕事とかいろいろ辛いことがあったのかな。まあね、こういう場合はね、極端に今ネガティブに触れちゃってるフェーズに入ってるってだけなんですよ。で、私も10年ちょい前かな、まあそういう時あったんですね。まだこの精神世界のことを学ぶ前ですよ。もうダメだなって思う時とかやっぱありましたし、まあ何回もありましたよ。うん。だからこうやってね、もうネガティブ全開で、もうダメ、もうダメだってね、言いたくなる方の気持ちもすごくわかるんですけど、ただね、最近のね、私の動画がね、あんまりその心の話をもうしてないんですよね。で、私自身がやっぱこの探求をするのが好きだから、もっと深い部分まで行っちゃって、その、ね、今なんかもうどっぷり東洋思想にハマってますもんね。もうこれがまあ趣味なんですけども、でもこういった今回質問いただいた方、まあ今激しくネガティブで落ち込んでますって方は、もうそれはあくまでも心の問題なんですよね。だから、まあ私の動画見るよりも、小林正寛さんとかね、斎藤ひとりさんのね、まあ YouTube 動画多分いっぱいあると思うんで、そういうのを聞いていただいた方が、ある意味、強制的にグッとそのネガティブからポジティブの方に引っ張り上げてもらうってことはできると思うんですよ。で、まああともうこれもいつも言ってることなんですけども、結局ね、その完璧なんですよ、人生で起きてることってのはね。だから今下がってるじゃないですか、この方、春夏秋冬で言うと、今この方は多分もう冬、真冬の極寒のフェーズに入ったってだけなんですよ。ってことは、春夏秋冬なんで、次春が来ますよねってことなんです。で、この時に大事なのが、やっぱりどういった情報を受け取るかってことだと思うんですよ。この時にその自分にとって本当に必要な情報っていうのを受け取らないと、ずっと冬のままで行っちゃうっていう、そういうおかしなことが起きちゃうんですよね。でも今ね、こうやって私が今冬だから
絶対今度は春になりますよ。ただそれがいつなのかはわからないんです。これ誰にもわかりません。うん。まあ、こういった情報を受け取ることによって、あ、じゃあ今落ちてるから次上がるだけだなって、そういう解釈がね、自分の中で作られると思うんですよね。うん。まあ、早い話、風邪ひいたら、風邪ひきっぱなしの人っていないじゃないですか。まあ、いつか治るんですよ。うん。だから、この、今落ちてたら次上がるだけじゃん。って感じで、前向きに考える言葉だってできるんですよね。うん。で、その、今度上がるだけじゃん。いや、その時のタイミングで、いろいろ心のメカニズムとかね、うん、学ばれると、より自分の、その、考え方とか思考パターンを、自分にとっていい感じに、脳の書き換えができるようになるんじゃないのかなって思いますよ。はい。こんな感じで、よかったかな。というわけで今日は、質問にお答えするコーナーってのをやってみました。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。のりさんでした。